久保さん、ケネディにしましょうか。ケネディ。やらねばならないことをやる。個人的な不利益があろうとも、障害や危険、圧力があろうとも、そしてそれが人間論理の基礎なのだと。まあ、やらないといけないと思うんだったらやれってことですね、結論。そう。だから、億万長者になりたいんだったら、億万長者になるべく、ね、例えばコンビニで働いていて億万長者になれるかっていうとなかなか難しいですよね。もちろんコンビニの仕事をやりながら何か違うことをやってる、投資やってるとかだったらまた別かもしれないですけど、それだけしかやってないんだったらもうアッパーあるじゃないですか。だって時給10万円になることがありますから、そのコンビニのバイトがね。だから自分がやりたいと思うんだったら、それを達成するための何かをやらないといけない、見つけないといけないってことですね。でも今はネットがこれだけ進んだので、それを達成する方法っていうのはいくらでもネットを使えば探すことはできるよと。あとはやるかやらないかですよね。いってらっしゃい。